10月に入り、最初の日曜日を迎えました。このような形で、また礼拝を守ることができることを本当に感謝をしたいと思います。今日の聖書の箇所の前に、一人の金持ちの青年が出てまいりました。そのところから話を進めていきたいというふうに思います。金持ちの青年、この人は、イエス様の時代にこうあって非常にですね、正しくそして真面目にこう生きていました。私たち一人一人が日々の生活の中で目指しているそのようなこう生き方ではないかなというふうに思います。この金持ちの青年は神様の掟に従い、それを忠実に守り、そして仕事の面では一生懸命と頑張ってですね、まだ若いながらにある程度のこの財産をこう成して、そして周りから見ればあの人は成功者というふうにこう見えたのではないかなというふうに思うんですね。その青年ですけれども、豊かなこの財産はありながらも心の中に何かしらの不安をこう抱えながらこう過ごしておりました。この青年の心の中にはその大きな不安というんでしょうか、何かしらこう自分にはこう欠けているものがあると彼はこう深くこう感じて、そのことのために日々心を痛めていたのだろうとこう思うわけですね。この青年にとってその悩みというのは本人しかわからない深い深い悩みだったと思うんですね。でその悩みを抱えながらこの金持ちの青年はこのイエス様のところにやってきたわけです。青年にとってみれば本当にこの深刻な問題を抱えながら今イエス様のところにやってきたわけですね。このマタイの19章の16節から22節はこのイエス様とその金持ちとのやり取りが書かれているわけですね。青年がイエス様に尋ねます。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか、どんな良いことをすればいいのでしょうか。彼は本当にこの真面目にですね、自分がこうやらなければならないことを、自分がすべきことというのを本当に心を砕いて言ってそれより心を注いでやってきたと思うわけですね。ところがまだその不安をこう感じながら、自分にはまだこう足りないものがある、それは一体何だろうということでイエス様のところにこうやってきた。そうするとイエス様は、あなたが永遠の命を得たいならば神の掟を守りなさい、このように答えます。そうするとこの青年は、どんな掟ですかというふうにこう問い返すと、イエス様はこの殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさいということだと、こういうふうに言いますと、その青年はですね、それらのことはすべて守ってきましたと。まだ何か欠けているのでしょうか、このように言いますと、イエス様はですね、あなたが本当に永遠の命を得たいのなら、あなたの持っているこの全ての財産を売って、それを貧しい人々に施しなさいと、このように語るわけです。で、そのことを聞いて、この青年はですね、悲しみながら立ち去ったとこう書いているわけですね。その理由として、この青年はたくさんの財産を持っていたからというふうにこう書いてあるわけです。でそのことを受けて、今日の聖書の箇所ということにこうなるわけですけれども、この青年の後はどうなったのかということがですね、やっぱりいろいろとこう気になるわけなんですけれども、
この青年がこの悲しみながらこう、まあ、立ち去っていった。帰っていったということは、この青年にとってイエス様に言ったことはマイナスだったんだろうか。行かなければよかったんだろうかとこう考えたときにですね、やっぱり行ってよかったんですね。それは何かというと、彼にとって、まあ、自分のですね、その、心の中の不安、自分の中にこう足りないものは何かという、その、まあ、目に見えないこの葛藤の中で、それは一体どういうものなんだろう、それをこう探し求めていた。それをこうイエス様に尋ねたときに、イエス様がこの答えてくれた。あなたが持っているその財産のすべてを売って、それを貧しい人たちに、まあ、与えなさい。で、彼は、その財産を手放すことがこうできなかった。あ、自分の足りないものというのは、この自分がこう手に入れた財産を手放すことができない。そういうことなんだ。ということに彼は気づいた。まあ、その気づいたことによって深いまあ悲しみというか、こう読むとこううなだれてこう彼は帰っていったのかななんて思うんですけれども、でも彼にとって自分がこう探し求めていたものというか、こう欠けているものをこのイエス様と出会ったことによってこう知ることができた。それは彼にとって大きなことだったとこう考えられます。でこの後をこう受けてですね、イエス様が弟子たちに言われるわけです。それがあの今日の聖書の箇所なんですけれども、イエス様はですね、ここでこう22節のところで、金持ちがですね、天の国に入ることがいかに難しいかということをこう繰り返しこの強調しているわけです。22節のところを見ていただきたいと思うのですが、はっきり言っておくと。金持ちが天の国に入るのは難しい。そしてまた重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。まあ、今日の説教題がですね、ラクダが針の穴を通る。何を言ってる、何を横山先生は言いたいだろうということを、きっと感じられた方もおられると思うんですけれども、金持ちが神の国に、あ、ごめんなさい、天の国に入るのが、このとても難しい、まあ、ある意味ではこう不可能だとこうイエス様がこう言っていること、そのことをこう、まあ言いたいと言ったらあれなんですけども、そのことなんですね。でそのことを聞いて弟子たちはですね、この非常に驚いているわけです。非常に驚くというのはどうしてかというと、これはやっぱり弟子たちもこの青年と同じように、まあ考えていた。でも考えてみれば、これはこの青年、金持ちの青年だけではなくて、このイエス様の弟子たちだけではなくて、私たちもある意味で同じ考えなのではないのかと思うんですね。やはり私たちがこう生活していく中で、この真面目に生き、そして働いて、このある程度この財産をこう手に入れるというか、お金というか、それをこう、そのことがやっぱり必要なのは、私たちは、全て承知していると思うんですね。このお金というか、こう金持ちになるという、その方向性というのは、間違ってはいないと思うわけです。それでこのユダヤの人たちはですね、その神様の教えを守り、そして正しく商売をして、その仕事をして、この財産を手に入れること、それがこの神の祝福にの中に入るというふうにこう考えていたわけです。そのようにこう弟子たちも考えていたので、このイエス様がですね、金持ちが天の国に、神の国に入るのは、このラクダがこの針の穴を通る方がまだ優しいとこう言ったことに対して、全く違ったことを言いましたので、
非常に驚いているわけです。じゃあ誰が天の国に入ることができるんですかと、このようにこう、まあ、イエス様に弟子たちはこう問い返すわけです。そしてこの26節のところを見るとですね、このイエス様はこの彼らを見つめてっていう言葉があるんですけれども、このまあ見つめてというのがなんか非常にこう、まあ、イエス様のこの気持ちというか、私たちこう人間というかこう弟子たちに対するこの思いというのがこう出ているんじゃないかなと思うんですね。で、あの金持ちの青年が悲しみながらこの立ち去っていった。イエス様はこの青年に対してどのような目をこう目でこうまあ見送っていったのかな、まあ、きっと同じようなこの目線だったんじゃないかなというふうにまあ思うわけです。彼らを見つめて、弟子たちを見つめて、このイエス様は言うわけですね。それでは誰が救われるのだろうか。誰が天の国に入ることはできますか。できないでしょうということなんですね。そうするとイエス様はこう答えます。人間にできることではないが、神は何でもできると答えています。神には何でもできる。で、このところをこう見ながらですね、どうして金持ちが天の国に入ることは難しいのだろうかと、そういうことをこう考えてみたいと思うんですけれども、あの、人が神様の教えを守り、そして、まあ、正しくまあ、商売をして、まあ、商売あの仕事をして、そのある程度 の, この収入を得る、金持ちになるというその方向性は、あの私は間違っていないと思うんですね。だからこの青年もそれから弟子たちその考え方もですね、間違っていないと思うのですが、しかしその一方でイエス様がここで本当にこう強調したいことは、まあ、人間の弱さということではないかと思うんですね。やっぱりその、お金というかこう富というか、そういうところにこの気がいってしまう、そのところにこう気持ちがこう集中してしまう。そうすると本来ならばですね、この私たちが、まあ、お金の主人になるべきなのに、逆にお金のこの奴隷となってしまう、そのことにこう振り回されてしまう。イエス様は別の箇所で、人は神と富とに同時に使えることはできないというふうにこう語りました。それはこの、まあ、お金が富が危険だという、大切なんですけども、危険性があるということを私たちにこう伝えている、その気持ちがお金の方にこう行ってしまう。そうするとそのことでこう心を奪われてしまう。でそのことでもしかしたら苦しみ悩んで、そのことばっかりこう考えてしまう。たくさんあれば人はそれで満足するかというと、そうではなくてさらに欲しくなってしまう。そのことのことで心がいっぱいになってしまう。そして天の国に入るということなどを、まあ、忘れてしまう。そのようなこう人間の弱さというところをイエス様はよく知っておられて、それでこういうふうに金持ちが天の国に入るのは難しいんだと、そのようにこの私たちに、まあ、弟子たちにこう教えているのではないかと思うわけです。でもう一つはですね、この私たちの本当の目的、生きる目的というのは天の国に入り永遠の命をこう得ることだと、ことですけれども、それは私たちが何かして、私たちが何か努力をして与えられるものではなくて、それは神様が一方的にこう与えてくださるものでした。この聖書の中で、礼拝の中で繰り返し繰り返しこう語られますけれども、イエス・キリストがこの十字架にかかって死んで3日目によみがえってくださった、神様の一方的な恵みによって、私たちは
この天の国に入ることが許されている。だからこの天の国に入るために、永遠の命を得るために、私たちが何ができるかということは、まあ何もできない。だからその得るために私たちが何かをしなければならないという考え方そのものがある意味では大きな間違いなんですけれども、神様がこのイエス・キリストによって一方的にこう与えてくださるもの、この後にですね、このペテロとのやり取りがこう出てきますけれども、ペテロはイエス様に答えているわけですね。私たちは全てを捨ててあなたに従ってきました。だから私たちはあなたから何かをいただけるでしょうかと、まあ、こう問い返しているわけです。考えてみればですね、このペテロの答えというのは、この青年の答えと、青年と同じでありまして、自分が何かしたから、その何かをもらえるというものではないわけです。でも、イエス様はこのペテロに対して優しく、まあ、諭しながら答えているわけですね。このあなた方が私に従ってきたので、そしてあなた方はですね、100倍もの報いを受けて永遠の命を受け継ぐことができる。神様の祝福の中であなたは天の国に入り永遠の命を受け継ぐことができるといった、それはあなたがしたこととはこう直接には言っていませんけれども、神様が一方的に与えてくださるもの、与えられるとイエス様は答えています。でもその後でですね、一番最後に30節のところで、しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる、まあ、この言葉が何かこう引っかかって、一体これは何を意味しているんだろうと考えてしまうわけですけれども、これはこの私たちがこの神様に対する信仰の基本的な在り方をこう示しているわけです。神はですね、私たち一人一人にこの一方的な恵みとして、この救いを、天の国に入ることと永遠の命を与えてくださるということを一方的な恵みとしてこう与えてくださっている。それにただ私たちは感謝して受け取るだけでいいわけです。それだけなんですね。しかし私たちはそのただ受け取る、そのただが非常にこの簡単なものではなくて、いろいろこう考えてしまう。いろんなことをしなければならない、あんなことをしなければならない、いろんなことでこう私たちはこう悩んでしまう。そしてまたそのちょっと自分がこうやってきたことを誇ってしまう。そういうことにならないようにというふうな警告を込めて、イエス様はこの言葉を私たちにこの与えてくださっただと私は思います。この金持ちの青年、それからこのイエス様の弟子たち、人間として神、天の国、そして永遠の命を得るために本当にこう何が必要なのか、そのことを改めてこのところを通して神様のその恵みとして受け止める、そういうものでありたいと改めてこう思います。本当にこの感謝して神様の福音を、イエス様の福音をただ感謝して受け取るものでありたいと願います。神様の御言葉を受けて、この1週間もそれぞれ過ごしていきたいと願います。お祈りをいたします。神様、今日も礼拝を守ることは許され、感謝いたします。あなたが一方的に与えてくださった恵みを、私たちは本当にこう感謝して受け取ることができる、その素直な信仰を与えてください。この願いをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
信仰告白をいたします。本日は使徒信条をもって告白いたします。使徒信条。我は天地の作り主、全能の至なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって選び、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の至なる神の右に座したまえり、賢い光で生きている者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。報告をいたします。献金をいたし上げます。